こんにちは、サポート行政書士法人の吉村です。黒瀬です。今回は経営事項審査についてお話しします。経営事項審査とは、建設業における1年間の経営状況を審査するもので、入札参加資格申請に必要な通知書となっております。通知書には有効期限があり、申請時期も限られていますが、多くの書類を必要とし、煩雑な手続きとなっております。弊社でご利用いただくことで、スムーズに手続きが可能となっております。弊社は全国に拠点があります。建設業許可の、決算変更届も含めてサポートさせていただきますので、どうぞご相談ください。まずはご相談ください。サポート行政書士法人。